さらにフィギュア仲間の高橋大輔に話を聞いてみると、試合の時はなんか大概もうちょっとビビっちゃってるなっていう時とかは6分間練習の時に6人なんですけど6分しかないからみんなも一生懸命だし、フィギュアスケートの試合前には6分間練習といってリンクで6人の選手が一斉に練習をする時間があるのだが、飛ぶコースで大体似てるからかぶっちゃったりとかで、たまに反対回りの子とかいるんですよね。結構ね、女性ね、ギリギリまで絶対避けないんですよ、お互い。それであっこちゃんは結構避けるタイプで上から見て「もう」とか思って「避けんな」とか思いながら6分練習とか応援してる時にロシア人の選手とか結構ねきついからなかなか避けないし、でも女の子は基本避けないですね。男子は結構お互いねこう避けないですか、選手。いや、絶対避けないと思います。彼女は絶対避けないと思います。女子のロップ練習、あんま見たくない、怖くて。練習で譲ってしまった結果、調整がうまくいかず、本番で失敗してしまったことがあったという。